ちは。さあ、それでは宮崎に向けて出発したいと思います。よし、したらね、はい、開始。目的地までおよそ 900km です。11時間5分ぐらいかかります。料金は18,870円です。それでは向かいたいと思います。みんなおるな。よし、もう乗っけたら雨や。左方向です。その先どうなんやろうな。300mで右方向入り口です。見事に雨ですわ。のっけから雨はやめてほしいな。なんでそんなに降るかね。この先しばらく不安です。三木に到着です。ドッグラン行ってちょっと遊ばせたいと思います。あと宮古城まで791kmですね。ああ、到着地まで802kmですね。それではね、今コダ2の SA に来ました。あと577km、遠いな。とりあえずここもドッグランがあるから第9市見えるかな。よいしょ、色のマーク見えへんな。よし、だからドッグラン入れてちょっとご飯でも食べるますわ。それでは皆さん、私がドッグランに作りた愛しの味噌汁の方をご賞味いただきましょう。いやー、遠いね。北九州まで130kmですって。うわー、雨だのー。ずっと先から雨なんですけどね。とこまでは来てんねんけどな。もうその辺、もうちょっとしたら壇ノ浦やと思うんですけどね。5時まで来ました。さあ、もうすぐ壇ノ浦なんでちょっと休憩したいと思います。よし、壇ノ浦。この先左からの合流があります。ご注意ください。休憩、疲れた。あと329kmか。よし、壇ノ浦です。福岡市。あー、疲れた。でもなんとか持ってるやん。ずーっと雨やな。しかしつくしのしかしめちゃめちゃ降るな。なんなんもう。左で小林宮崎に。なんかやーっと宮崎入ったーって感じやな。ああ。今842km。 しんど。ああ、ゆっくり走ってるわ。宮古の城。もうあと10kmほどや。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は12時間52分です。運転お疲れ様でした。いいスタート率が良くなりました。今回はエコ運転でした。あ、疲れた。結局 899.1キロ、900キロやな。900キロでした。運転お疲れ様でした。疲れた。疲れたな。お疲れさん。よいしょ。はい、お疲れさん。到着しました。はい、それではね、皆さんおはようございます。ということで、そこに設営していきたいと思います。こんな感じです。よいしょ。今日はね、ケシュワの 4.1 フレッシュ&ブラック2回目かな、貼るの久しぶりに貼ってみたいと思います。でかいですね。これぐらいやったら大丈夫かな。4人用ワンルーム。しかし久しぶりに貼るわ。さすがフレッシュ&ブラック、真っ暗ですわ。前室が 2×2、後室が 2×2、ちょうどやね。よし、いい感じ。あとウイング出してよし、こんな感じかな。寝床完成。もう今日はワンズと雑魚で、ね、こんな感じです。はい、設営完了でーす。こんな感じ。今買い物も行ってきたから、よいしょ。結構広いよ。引き付けが完璧。よし見てこれ、音するね。さすがビンチョンだ。はい、それではね、ここではでしか食べられない鶏刺しですわ。刺身やね、赤鶏。うわ刺身やで。でこれが霧島鶏だしの刺身。刺身やで、鶏の刺身やで。食えるかそんなもん。大阪で食おう思ってどうなんしたらええねん。これがたたき、食べたかった。去年これもらってめちゃめちゃ美味しかったんですよね。ああ食いて。それと鶏皮、ハラミでスルメイカ。よし、それをたたき台で食べたいと思います。ではそれではね、これを使わせてもらいます。ロゴスの鶏焼き器でーん。よし行くぞ。よしさあどうなるやろ。いい感じになるんじゃね。それでは焼きます。ああすげえ、なんじゃこりゃ。たまりませんやろね犬は。やっぱりこれやわ、うん、いいね。最高最高。よっしゃ、こんなもんや。十分や。おお、素晴らしい。できた。できたよ。ちょっといただきます。うん、最高。めちゃめちゃうまいのタレ。甘口の方、にんにく醤油だれかな。それではいただきます。見てこれ。最高、うまい。食べたかった。いただきます。うまっ。何これ。ああ、うまいわ。1日しか持たん。ここでしか食べれないから。よいしょ。あれあと全部食べるから拾って。ここちゃんが昔は食べてた。明日も早いし今日は、まこないにこもりたいと思います。ここラッシービスおいで、一緒おいで、入ってラッシーおいで、ラッシーおいで、入って、はい、今寝ます。はい、皆さんお疲れ様でした。でも雨降ってきたで、雨結構降ってきたで相変わらずやな。また雨かよ。もう雨撤収やめてな。今は朝の5時ぐらいですかね。はい、おはようございます。寝過ごしたもう11時半やって。さあ、早く片付けて、次のキャンプ場行きたいと思います。はい、では、全部個別単体になりました。ひょっぽり出したので、片付けていきます。あとは積み込むだけです、はあ、これからまた設営やで。今度はめっちゃでかいからな。あーしんどいはい、それではね、三池に向けて出発したいと思います。では。